本人もその自分の生命線はストレートと話していましたが、そのストレートを打ち返していきました吉川。ただここはレフト大島が追いついています。もう抜けていればツーベース、あるいはスリーベースというあたりでした。